なんか怖い。だけどゴミに出したその日に戻ってくるなんて。やめて、危ないから。絶対拾えないところに捨ててきてやる。箱を開けて。何もしないから。私の同級生なの。危ねえって、道に迷って悪いけどよ。だって、待ちこい。ちょっとこれ見ろよ。どんなとこだか知ってんの？ここに泊まってるって言ってたから。質問するのは私だ。あなたはここでどうなると思いますか？何もされないと思います。すいません。